ちなみに2人と親しい芸人さんにも西村くんについて話を聞いてきましたので、そちらも見てみましょう。ラフレクラン西村とはどういう人物なのか、近しい芸人に聞いてみると、おお、同期。なんかもうちょっとこうしたらもっと跳ねるのになみたいな思うところってありますか？いや、まあ西村でしょうね。今日なんか別にラフレクランが売れたらほっといても人気者になると思うんで。確かに。だから西村のいいとこってフレンドリーだし、みんなに優しいし、 MC もできるし、能力も高いし、ただああなりたいなとはこう思わせないところじゃないですか、西村のいいところと。奥の人間性みたいのを確かに見えないし、多分本人も見せたがらないというか。そうですね、だから僕ら近いんで、なんか僕らはそうですね、西村のそういう可愛げみたいなのは分かるんですけど、はい、隠してる感はあるんですか？あのね、これが多分自分でもよく分かってないと思うんですよね、あいつの特殊能力。そういう人間をやり続けたんで、それがもう自然になってるんですよね、その一番クラスで持ってて、かっこいい、みんなの憧れの的みたいなのがもうナチュラルにもうそれが自分となってしまってるんで、それをやめるとかやめないとかの話じゃないと思うんですよ、西村本人からしたら。だから大げさな言い方すると、一回誰かがこう殺してあげるべきというか、生まれ変わらせるんですよ。言い過ぎです、はい、恥ずかしながら前もなんか西村が言ってくれてました、青山会って、ね、そうです。僕が後輩とか可愛がってるやつがあって、それもともと西村が青山会作りましょうよみたいな感じで始まったんですよ。いや、いいよっていう感じでやってたんですけど、みんなね、青山会なのに俺の話聞かないんですよ。みんなね、西村の話聞くんですよ。だからあいつ自分で会作るのが恥ずかしいから、俺の名前使って会作って、なんかね、青山会だけで西村会になっちゃってるんですよ。かわいそう。かわいそう。西村って言うと昔からなんですけど、人の名前を呼んでからおはようございます。ああ、言うわ。芸人のスタッフさん、みんなの名前を呼んでからなんとかさんおはようございますって言うふうに言う。さっき言いました。多分これ心理学とかも勉強して、多分あるね。なるほどね。来てるんですよね。そういうことしてるのがもうあいつの本質なんですよ。もうそこにもっと自分を出した方がいいっていう自分がないですよ、西村。多分ないね。逆にもうあれが西村なんですよ。だからこっちがどんだけ掘り下げても本当の西村って出てこないから、逆にこっちがもう提示してあげないと、そう、いや、お前もこんぐらいやった方がいいよっていうのを提示して、あいつの中で、あ、これがいいんだとかっていうのをやんないと、もうちっちゃい頃からずっともうあの西村でやってきてるから、もうそこに本当の西村なんてもういないんだ。ないね。全部偽りで。ブリッコしてんの。いや、西村はまだ尖ってますよ。毎週キスターズ。尖ってる。台湾張ったら勝てるしってどっかで思ってる感じありますもん。それはこの先輩にも。むちゃくちゃ変なやつですよ。めちゃくちゃ変です。どう変なんだろう。急に、僕実はむちゃくちゃおしゃれなんですよって二人に言ってきたんですよ。色っぽいな、詳しく聞くと、劇場とかには 20% に抑えて来てると、 100% の自分のしたいおしゃれで来ると、そうか、芸人は良くない目線で見るからいじってくるでしょう、だから僕 20% にあえて抑えてるんですって言い出したんですよ。ほんで、そのじゃあ 100% をライブで見せてくれって言ってみたら、もう真っ黒のロングコートをに真深に真っ黒のハットをかぶった、チンチン出す変態みたいな格好してる。これおしゃれ。それでも隠してる気持ち悪さ。 100% の自分出してないんですって言い始めた日に、だから西村が思ってるより、あの、かっこよくないっていうか、好みがあるから人ってって言ったら、うん、俺をかっこいいって言わない方が面白いと思ってるところがあると思うみたいなこと言われて、いやいや、別に笑い取ろうとかじゃなくてって言ったんですけど、学生時代同じクラスだったから、Kさんがそんな風に僕をかっこいいって思わないような、ちょっとひねくれた考え方にならないようにしてあげられたのみたいなこと言い始めて、なんかひねくれて言ってるわけでもないしみたいなこと言って、じゃあ学生時代どういう学生でしたかって言われたんで、あの、休み時間一人で本読んでるようなタイプだったって言ったら、だからみたいな、僕が K さんと同級生だったら、その絶対に一人にさせなかったみたいな。違うんだ、お前と喋りたくねえから黙ってんじゃん。なんか全てのことを学生時代に自分と出会えなかったせいにするんです。私の考え方がひねくれてるということにして、まずなんかその辺がちょっともう本当そう。
あの西村という男は本当にあの愛されてんな。でも人生は自分が主役っていう言葉がありますけど、うん、あの他人の人生も自分が主役やと思ってるやつ。素晴らしい、素晴らしい、はい、これでまさにこれが全てだと思う。まさにだよね。本当だ、そういう発言したのさっきから。ありがとうございます先輩方。出た、いや答え出た、ね、出た出た出た、うん、山添が、うん、添さんがもう本当にズバッと言ってくれたんですけど、今このしくじり先生に西村がいるってことは皆さんもエキストラです。だからうわ、そうなっちゃってるっていうのが現状ですね。さっき言ってたもんね、包み込みたいって言ってましたね。そうだ、うん、いやでも本気で思ってる。言われたらどう思うの西村、全部言われてたの聞いて。正直主人公だったのは間違いないんですけど、うん、その正直度合いが半端じゃないので、うん、その僕みたいな人と出会ったことがないからそれしか言えないんですよ。そうなんですよ。だから主人公度合いがってこと、はい、度合いが多分それぞれの学校の主人公いたんですけど、多分その人が良くなかったんですよ。でも僕がその学校にそれぞれ行けたら、うん、すごい良かったと思うんですよ。でもそれ西村がラッキーだよね。お前なんか俺の高校行ったら殺すよ全員。本当だよ赤林さん。もう好きにさせねえよそんなの。でもそれすら包み込むでしょ西村は、ね、若林さんがバッと持ってたら俺は抱きしめたと思う本当に。いや抱きしめたら次のやつの友達がお前の頭かち割るんだから、うん、俺はそうはさせない。なんでだよ主人公だからね。絶対させない。抱きしめた段階でも泣いちゃうのよね。全部の喧嘩も止めてきたし高校の時も。主人公だな。度合いが違うんだろうな。すごいな。マジで。そうなの？だから小学校の時いじめられてる子がいたんですよ。うん、その子をかばったら、うん、学年全体が僕のことをなんであいついじめられてるやつかばうんだってなって、うん、で僕はもう全生徒にいじめなんてかっこ悪いことやめろっ って、うん、キラキラで跳ね返しました。キラキラで跳ね返す。キラキラで。ちょっとわからないですね。キラキラ感ね。なるほど。だからノンスタイルの井上の経歴すごいバージョンみたいな感じでしょ。多分それよりも過去の実績がある、より超えてる存在だから、これ出したら多分即戦力でバラエティーに行けると思いますね。本当西村さんのこれはいよいよ出してきましたね。これはすごいですよ。どいたい気持ち悪い人間を。いや西村さんこれはでも直しちゃいけないよね。直しちゃいけないね。これを出すだけだ。うん、でこういう人特有のさ、一回笑い起こってんのにさ、いや違うんですよのさ、そうそう、最後のなんか気持ち悪いじゃん最後の。最後気持ち悪い。それなければさ、やり取りでさ次行けるのにさ、いや違うんですよ。そっからさ笑いも生まれねえし、今の最後のあのいじめっ子助けたんですよキラキラでって誰も笑ってねえぞ。あれがいらねえんだよ。若林高校へようこそ。いいんだよ、こっちは V 見て笑って、打って笑って、落ち着いてください。違うんですよ、あれが嫌ねんだよ。落ち着いて、いざいざ、ほら、けんか。一番ダサいやつ。もうこれはもうずっとの口癖ですね。いやだから違うんですよでしょ。もう違うんですよ、もう絶対的に自分の意見で終わりたい。やっぱその自分の言葉で終わりたいっていうのが昔からあるから、バーンと笑い起こってても違うんですよ。そうそうですよ。それはもう癖ですね。ずっとこっちは議論してんじゃねえんだよ、どっちの理屈が勝ちなんで、笑いてえから仕事してんだよ。イエーイ。あっちない。ダサいんだよあいつ。奥のなんか後ろで盛り上げるやつダサい。小菅さん、あなた変なとこに連れてきちゃった。大丈夫ですか今日のここまでの流れ。ボコボコ全然大丈夫です。もうこの部分をもっとうまく活かして、そのテレビにこう出ていけたらいいなと僕は思ってるので、本当にありがとうございます。でももう直すとこは一個もないですよね、うん、西村はね。そうそうそう。でも今若林さんにずっと言われたやつはどう思ったの？この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。